敬老の日、今日も暑いです。お昼を食べに天竜川の河川敷に来ています。今日の Z125 プロ、午前中はホンダとスズキに 125cc バイクを見に行きました。ヤマハは休みでした。このカメラの自撮り棒の長さは河川敷のみです。このウィンドシールドのおかげで疲れにくくなっています。やはり風の直撃は体力消耗しますね。 GSX125S にまたがりましたが、バックミラーは普通に見やすかったです。 Z125 Pro のバックミラーは視野が狭いです。アダプターをつけて改良できてよかったです。パンを食べています。女子ライダーなら絵になりますが、おっさんライダーでは寂しさを感じますね。画面では見にくいですが、左奥に新東名が見えています。9月に入っても30度を超す暑さ。浜松市も暑いです。木陰で時折の風が心地よいです。スズキの GSX-S125 と R125 もかっこよかった。ホンダの CB125R もかっこよかった。このカメラの位置で河川敷を走ります。初めの頃よりも撮影編集がうまくなったかな。ゆっくり走る練習です。ふらつきも低減しました。バックミラーの位置は腕よりも横にあります。Uターンの映像もしっかり捉えています。以前は映像が自然に回転していました。今日はテントを張ってキャンプしている人がいます。ここからは発進の練習です。ぐらつかないかな。ハンクラッチは適切か。常に駆動力をかけるように。一本橋のような多少段差があると良いのですが、ちょうど昨年の9月から自動車学校に通いました。小型しか取らなかったので、中型をどうしようか迷っています。Z125 Pro も 5000km 走りましたので、オイル交換とエレメント交換をしました。ではここらで終わります。60ライダーでした。登録もお願いします。トリップ B ですが5000キロを超えています。